サーバーワークス AWS アップデート。こんにちは、サーバーワークスです。先週の AWS アップデート情報をピックアップしてお届けします。キネシスデータストリームスがリソースベースのポリシーをサポートしました。これまでは別 AWS アカウントにデータ転送してから処理していたため、金銭的、時間的コストが発生していましたが、今回のアップデートによりキネシスデータストリームスで取り込んだデータを別 AWS アカウントで処理できるようになります。また別 AWS アカウントでラムダ関数を仕込んで処理できるようになりました。ビリングでコストオプティマイゼーションハブという新機能がリリースされました。コストオプティマイゼーションハブは AWS オーガニゼーションズ組織を含む AWS アカウント及び複数 AWS リージョン間でのコスト最適化の推奨事項を集約し、優先順位をつけることができます。 EC2 インスタンスのリサイジング、グラビトンへの移行、アイドルリソースの推奨事項、セービングスプランズの推奨事項など15種類以上の AWS コスト最適化の推奨事項を1つのダッシュボードを通して特定、フィルタリング、集約することができます。これまでは RI の推奨事項、SP の推奨事項、コンピュートオプティマイザーの推奨事項、トラステッドアドバイザーの推奨事項と複数の AWS コンソールを行き来しながら確認する必要がありましたが、今回のアップデートにより1つのダッシュボードで確認することができます。クラウドウォッチログスアノマリーディテクションによりログの異常検知が可能になりました。今回のアップデートの要約は次の通りです。 1. ログパターンの可視化によりログパターンの分析と可視化が可能に。 2. クラウドウォッチログスインサイトの比較モードで2つの期間でログパターンの変化を比較可能に。 3. 過去のベースラインをもとにそこから逸脱したログの異常検知が可能に。 AWS バックアップでリストアテストを定期実行できるようになりました。今回のアップデートにより次のようなメリットが考えられます。 1. リストアテストの自動化。 2. リストア時間の計測の自動化。 3. リストアテスト結果をもとにしたバックアップ戦略の最適化。複数の AWS アカウントやリージョンへの展開を前提としたセキュリティハブの管理が簡素化されました。今回のアップデートによるメリットは次の2点です。 1. 組織内の全 AWS アカウントにおけるセキュリティハブの有効化状況などをダッシュボードで一目で確認できる。 2. カスタムポリシーを利用することで適用するセキュリティ標準やセキュリティコントロールの変更が可能になる。セキュリティハブでカスタムパラメータを設定できるようになりました。サポートされているセキュリティコントロールは限られていますが、本機能によってセキュリティコントロールの内容をユーザーに合わせて変更できるようになります。 Amazon Aurora Limitless Database PostgreSQL Compatible がプレビューとなりました。今回の Aurora Serverless Limitless Database では DB シャードグループエンドポイントをアクセスし、トランザクションルーターを経由して複数シャードに並列で書き込み処理を行うことで数百万毎秒のトランザクション処理を可能にしています。 AWS チャットボットでプレビュー版 Amazon Q が利用可能になりました。 Amazon Q とは AWS が開発した生成型 AI 搭載アシスタントです。 AWS チャットボットで Amazon Q が利用可能になったことで AWS に関する調査を対話形式で実施することが可能です。 AWS AI サービスカードが公開されました。 AWS AI サービスカードとはAWS の AI サービスに関する透明性を高めるための新しいリソース、いわば AI 開発におけるガードレール、ベストプラクティス集のようなイメージです。これらのカードはサービスの適切な使用方法、使用上の制限、責任ある AI 設計の選択およびベストプラクティスに関する情報を一箇所に提供します。公正性、説明可能性、真実性、堅牢性、ガバナンス、透明性、プライバシーとセキュリティ、安全性、制御可能性を重視した責任ある方法でサービスを構築するための包括的な開発プロセスの一環として導入されています。ステップファンクションが HTTPS エンドポイントおよびテストステート API をサポートしました。 AWS ステップファンクションが HTTPS エンドポイントへ対応し、カスタムコードなしで SaaS アプリケーションをワークフローに容易に統合することができます。またワークフロー内の単一ステップをテストする新しいテストステート API も導入されたことで、特定ステップのテストが可能になりました。サーバーワークスメールマガジンでは、毎週アップデート情報をピックアップしてお届けしています。概要欄からぜひご登録ください。今週のアップデート情報は以上です。来週もお楽しみに。